はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日は戦士について話してみようと思います。はい、先進の画面にしてみました。ですね、まあ結論から言うと、先進育ててますかっていうことですね。なかなかね、みなしごの方にばかり、気を取られて、先進の方をね、育ててないっていうこともあるかと思いますが、やっぱり今開催されているね、武道会ですね。そちらの方にね、結構大事になったりするのがやはり先進だと思います。まあパーティーもそうなんですけど、先進も割とね、重要だったりしますので、特に召喚した時ですね、レベル80で召喚した時にはコンボ数がね、パッシブはじゃない、こちら99回、レベル80で99回になります。そしてレベル77で77じゃない、レベル70で、コンボ、あルペルカーリアは違った、ルペルカーリアは違いますね。彼女と特有のあれがありますからね。他のキャラクターだと、最大コンボが80になってしたり、レベル60だと召喚効果が60回とね、コンボ数が、最大コンボがね、なかなか決められなくて、スコアが伸びないということもあります。SR もね、いいんですけども、召喚では最大コンボが60ということで、やはりね、ここら辺のスコアとかを狙う場合にはやはり先進が大事かなと、先進のレベルですねが大事かなと思います。ルペルカーリア持ってたらね、70でもそこそこなんですし、まあ80にすると125コンボだったかな、最大が取れますので、やっぱりこういうところで変わってくるのかなと思います。機能としてはね、SR も SSR もほぼ変わりないとは思うんですけど、やっぱりこういったところで SSR の強みっていうのが出てきますね。なので先進もね、しっかりと育てたいところなんですよね。まあ私も、ご覧の通りなかなか育ちきれてないっていう感じね、感じなので、各色ようやく揃ってきたかな。雷以外はそうですね、ようやく揃ってきたかなって感じですね。ただね、みなしごの方もね、結構苦労してるんで、まだ貫突してるのは 1,2,3,4,5,6 体なんですよね。まだまだ構成的にはね、まだまだといったところなんですけども、やはりね、みなしごもそうなんですけど、先進もね、大事に育ててあげるようにしてください。ただね、そうは言ってもこのパッシブ効果とかはね、レベル3なん、70でもレベル3なので、もし場合によっては SR の方がパッシブ効果的には強かったりします、レベル4。ただ全体的なね、パワーの違いもあると思うので、ステータスですね、ステータスで効果も変わってくるので、これ足し算だったかな。全体のパーティーの全体のパーセンテージが変わるんでしたね。確かそうだったと思いますので、まあ、SSR が育ちきってない場合は SR で揃えるっていうのも一つの手なんかじゃないかなと思います。まあ、どうしてもね、SSR に目が行ってしまうっていうのはあるんですけどね。まあ、場合によっては
SR をの先進をね起用してスコアを上げるっていうのも一つの手ではないかと思います。ただね、みなしごばかりでなく先進にも目を向けてあげてください。そうすればね、スコアもだいぶ伸びてくると思います。ただね、やはり、攻撃主体のねパーティーがある程度揃ってからっていうところになってきますから、ある程度育ってきたなら、先進をねちょっと見てあげて、コンボ数とかもそういったところもレベルを上げて、スコアをね少しでも伸ばせるようにしてもらえればなと思います。私もね最近それに気がついて、あ、これではいけないと思い、先進をね一生懸命育てている最中です。なかなかね、先進のね金品がね取れるっていうところはないので、異物回収でねみなしごはね、こういう風にして取りに行けるんですけどね、取りには行けるんですけども先進は取れないのでね、なかなか機会が少なかったりするので、まあ先進にも注意をしつつやってあげればなと思います。ちょっとねまとまりが悪かったかもしれないですけども、先進に目を向けてもらえたらなと思って動画にとさせてもらいました。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラザバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラザバタイ。